はい、どうも、こんにちは。今回はまたデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、普通に単純に俺、もうまた2日3日経ってからまたやり始めるんだけど、まあ、この画面を見て思い出したわ。あれだ、セクシーロボットの行方探してたんだな。前回キー悪くて無理やり切ったんだ。セクシーロボット、セクシー、これ、なんだっけこれ。あー、そっか。久々だからちょっとね、操作がな、おぼつかね。なんか今出てんね、指示が。ルートを再現する。あー、なるほど。これは分析。たくひでえな。何これ、ペ散ロ。々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。ああ、ブルーブラッド飛沫、血出てんの。あとは、まあ、こちら、どんどん、じゃあ、手前からガンガン探していこうか。ハンクさん。ハンクさんいなかった、これに。あ、いないか。あ、衣装だ。なにこれ。てか、あれだな、なんか、こう見るとすごい、なんか、萎えるよな。なんか、こう見るとすごい、萎えるよね。これなんか見てなかった、今。なんか、これじゃないの。あー、無理なんだ。何今、何の時間今の、気になるんだけど、普通に。なんか、こう見るとなえるなぁ。すごいなんか業務的じゃん。これ見たくなかったわ、これ。すげえ業務的だからなえるわ、なんか。マジでアンドロイドじゃん、ちゃんと読む。あー、本あんじゃん、本。やった。永遠に切る超小型マシンで不老不死が可能に。VR、MMO、RPG ユーザーが10人億人類超もおしまいだな。人え。間関係に嫌気がさして、みちんょっとな待ってアンね。ドロイドに走る。あら料ちゃ理ん、もしてくれるし、やりたいちょっ時にと、やらせハンてくク、れる。気ハン持ちだって気にク、しなくて、静かにして地本味読にみ俺たい。たちは絶ちょ。滅するだろういや、さ。わ人かる間わとかる。愛し合うくらいならプラスチックをわか買っるわたか方る。がおマ前、シだっ恨てみんあんだのわかるけど、な。ちょっと黙って。虚しいわあ、ね。黙れ、黙れ。新経済が統一合意協定を締結。いや、中国で地震発生した1万人。銀行が購入しな、高収入なわけ。じゃあ、呼んでいこうか。気になるな。永遠に切る超小型マシンで不老不死が可能に。医薬品はこれまでにも大きな進歩を遂げてきたが、医者や外科医が手を尽くしても治療できない病は未だに多く存在する。未だにあるんだ。だがそれも変わる時が来たのかもしれない。サイバーライフは患者の体内に入ってがん細胞を戦ったり、免疫システムを促進させたり、遺伝子治療を行ったりといった機能を備えたナノドロイドと呼ばれる超小型アンドロイドを開発した。最近何百万もの小型マシンを使用し、がん細胞を攻撃するという臨床試験が行われた。ナノドロイドは悪性腫瘍を取り除いた後で患者の排尿によって体外に排出される。すごっ。それすごいな。排出されるんだ、しかも。国立おい、え、コナー、何？帰るぞ。待っはて。い、待って待っ今て。行きます。延命協会代表デレック・ロクス氏は、人類史上初の不老死が誕生するでしょうと語る。がんや脳疾患、臓器不全が治療可能になることで、平均寿命がかつてないレベルに上昇するからだ。だが、著名な経済学者であり、作家のユリ・マーケット氏は、予期せぬ結果が訪れる可能性について警告している。高齢化が進むこの現代社会で、減少の一途をたどる若年層の老人の世話という重荷がのしかかっています。失業率が上昇する中、何百万もの高齢者を支えることができるでしょうか。全然読めなかったわ。おい、じじい。全然読めなかったわ。ふざけんな、本当に。待ってくれ、まだ。調査終わってないんだから、じじい。これでわかんの？RA9 に関する記述。また RA9？ あと、こっち側にあったんだよな。ごめん、ちょっと、警部、ちょっと待って、アンダーソン。アンダーソン、待って。割と時間あるな、でも、普通に。あ。はい、なるほど。近くにはいないか。ブルーブラッドの痕跡を探す。ああ、そっちにまだあるんだ。さっきでも見つけたけどな、痕跡。あ、あんじゃん。ああ、こっちにあんの。いや、これ本だよね。は？ああ、そういうこと。あ、そういうことですか。あ、これ見て、たどるってことか。たどる。ん？
新しいこと、あ、なんか今出てたよね今。こう辿ってここからあっちに行ったんだよな。ここ怪しいけどな。あ、いるじゃん。いる。危な危な危な。はい、動くな。ああ、頑張れハンク。いや、二人いる、二人いるぞ。おい、雑魚かよ。おお、なに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 、何してんの、何してんの、ちょっとやめてよ。あ、むずむず、見えな。ちょっと待って、違う、今までのあれと違う、今までのとレベルが違う。なんか難しい、なんか見づらい。うわ、久々で慣れんな。ちょっと待って、見えない、色がかぶって見えない。ハンク大丈夫？倒す倒す。悪っ、引っ張れて何、これ引っ張れて何だったの。投げる、まあ、投げてもダメだろうな。投げるってそれ投げるんだったよ。君家わかんねえよ、何投げるか。頑張れ、でも俺は丸バッタ見せないから。ハンク頑張れ、ハンク。あ、二人かかってきた、二人かかってきやがった、こっちに。何何何何何何を意味してんの。急げ、逃げられるぞ。お前捕まえるぞ、お前。おい、甘えてんじゃねえよお前ら。おい、ふざけんなよ。おい、捕まえてやるよお前ら。なんか、おい、こっちから男のアンドロイドやぞ。一緒にすんなよ。お、あ、強い、強えわ。スペックが、やっぱスペック一緒だわこれ。お前ふざけんなよお前。おいおい、ぶっ潰すぞてめえ。おい、おい、すごい激しい、激しいわ。大丈夫コナー、コナー、何。いや撃つよ、甘えんな。甘えんじゃねえよ、撃つ当たり前だろ。甘えてんじゃねえよ。警察だぞこっちは。お前は犯罪を犯してんだぞ。おい、甘えんじゃねえ、見逃すわけないだろう。ふざけるな、甘えんじゃねえぞ、まあ、アンドロイドだからっつって。はあ、お前が犯罪を起こしたからだろ。殺したの。おい、甘えてんじゃねえよ。この子は何も事件とは関係なかったの。お前が巻き込むからだろう。お前が悪いんだよ、反省しろじゃ。お前が、お前が反省しろ。お前のせいで死んだんだからそいつは、反省しろよな。知らねえよ。あいつがあの女の子を殺したとき。ああ。次は私だって思った。あ、そっか、でもあいつも殺したのか。だとしたらごめん。だとしたら悪くねえな、そこまで。あいつ私のこと殺す気だった。うん、まあ、自己防衛だもんな。だから、あいつの首に手をかけて、思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。機械が思いっきり締めたら怖いな。めっちゃ強そう。確かに殺したわ。ああ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。まあまあそう言われたらな。俺はすごい今直感的に言っちゃったけど。生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。人間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。まあまあそうだよな。アンドロイドに対してやっぱ見下してる感あるもんな。あんたにこの子を奪われた。まあまあ結果としてね。愛してた。あー、なるほど。愛してたのに。あー、撃った。普通に、あ、違う、自殺したのか。驚いたな。まあでも自己防衛って言われたら確かに見逃してたかもしんないわ。ただ撃つよ、あんだけだって俺らにね、殺意むき出しで戦ってきてたんだから、それはちょっと、ちょっとやっぱあれは、こっちも自己防衛なんで。ん？兵隊がコーナーの銃で自殺する。兵隊が死亡した。兵隊撃つ。あ、見逃したらやっぱこっちに行くんだ。見逃したらこっちに分岐するんだな。どうなってたんだろうな、見逃したら。もうすごい直感的に撃っちゃったけど。直感的に撃っちゃったけど、どうなったんだろうな。まあまあでもコーナーは死んでないからね。だからまあ、いいでしょう。次行こうか。
なんか全員でもな、結構覚えじゃないけどさ、すごい考えられるんだよな、最近のエピソード。あ、カーラじゃん。カーラのエピソード好きなんで。あ、ルーサー、お前ルーサーって言うんだ。ちょ、ルーサーちょっと仲良くしような。俺前回感動のあまりすげえ感情こもってたけど。いや、お前、あ、何、うん、あ、見るじゃん。車どこ手に入れたの。ズラトコの車のおかげで、うん、アリスが凍えながら歩かずに済むわ。まあこれは凍えるわな。彼自体一度見かけてな。すごい吹雪あるもんな。ドルトコは一度も見たことがない。なんで乗ってなかったんだ、協力者。これから会う人たちはどうやって知ったの。うん、閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。そうだね、ゼラトコパターンあるもんな。彼らはみんな本気で信じていた。え、ゼラトコパターンあるよ。え、でも殺されたらダメじゃない。でもゼラトコパターンじゃないのそれ。大丈夫、まだ遠いの。あと1時間くらいだな。あ、じゃあま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 あだな。あれ何、まあ、天気聞いてなかったのに。まだ何、こっから歩くのか。じゃあボロいなー。てかまずいな。え、何、おしゃれいや、おしゃれか、おしゃれか、これおしゃれなのか、この逆にダサいか進化したらそうなんだ。車のエンジン、あ、前であるんだな。じゃあ、いや、私が調べるんですか。そんなプロプロじゃないよ別に俺。だいぶひどいな。かわいいから、だいぶひどいな。ねえ、どうするの。さあな、直し方知らないよな。マイナス1度よ、アリスには無理。寒いよね。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろ。あそこなんかあるよ、がっつり矢印が。がっつり矢印っぽいのあるよ、でもあの先。え、何これ。ああ、動けるんだ。動けるんだね。気づかなかったわ。動けるんだ。びっくりした、今。すごい。すごい、二人ともキョロキョロしてるから。え、光ってないな。え、じゃあ探すよ、じゃあ俺。あの矢印怪しいけどね。え、何これ、なんか。すげえオープンワールドじゃん。は？めっちゃオープンワールドじゃん、急に。どうした？こっち怪しくない？でもほら、普通に、ほら。パイレーツ、か。ホテルっぽいな、でも。あそこ。いやー、もう怖いって。まあ、俺ら、かろうじて人間っぽくなくなってる、人間っぽくなってるけど。アリス、かわいい。え、これさ、まさか分岐あったのかな、ここで。いや、もうやめてよ。あ、アミューズメントパークだった場所ね。はい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 、アミューズメントパークか。うーわ、また廃屋かよ。いるって絶対、ここで働いてたアンドロイド。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。ここで働いてたアンドロイドいるって多分、絶対。見てどうすんの、見てどうする、これなんかある、なんかある、なんかある。あ、あ、ヒアか。どこかな。あ、このアイマークあれでしょ、だいたい多分情報系でしょ、情報系だから割かしいいんじゃないの。うーわー、こんなことある、ぶっ壊したりしないの。廃墟ってこうやってできるんだっけ。廃墟っていうか、まあ廃遊園地これぶっこ、いや、もうなんか怖いじゃん、ここら辺とかも。ほらー、パイレーツ、パイレーツじゃん。ここ止まれないでしょ。何かあったか。崩れかけた建物、危険、止まれそうな場所はない。危険、危険ってよ、大丈夫。うわー、広っ。こんだけ広いのに壊さないってことある。他に有効活用しないことある。つける、危険はいつも思いもよらない時にやってくる
あーちょっと動いたんだ、バッテリーあったの。ちょっと考えさせられたな今。我々だってもうね、このカーラの歩んできたものっていうのはすごい、そういうことを考えさせられた。あれこっちだっけ、こっちから来たよね。ここはなんかある、まあ、怖いんだけどカーラのエピソード。アリスが風にさらされる。あーまあアリスだけじゃないけどなまあ君らもさらされるけどな。こっちから来たよね、だからこっちに向かえばいいんだよな多分。気をつけてーっつったこのロボットはここにいてね。こっちも行け。ああいるいる、なんかいる、なんかいる、なんかいるって、なんかいるって、あそこ、おいおいおい、なんかいるって。えー、これ声かけるべき、なんかいるもん。いやー怖いってこれ。なんかいるじゃん、生きてる。ああ近くに行ったら出るんだ、いろいろ。一旦避けよう、一旦避けて、一旦避けてここ行こうか。今どこにいるか確認するんだな。こんな近くに地図ないと思うけどな普通。あはい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 、これなんかあんまり行き過ぎてもない気がするけど。あこれ城あんじゃん、あれがパイレーツ城が、パイレーツ城あるよね、ここに右上パイレーツ城かな。じゃあ君は、うわー大丈夫。存分楽しんでいっておくれ。やあやあ海賊島へようこそ、思う存分楽しん。まあ、ちょっと動くんだみんな、ちょっと動くんだな。いやーもうやめてくれよなんかもう考えさせられるんだけど、ひたすら。なんか入れないんだ、ひたすら考えさせられるんだけど。多分パイレーツ城に行くんじゃないかな、多分こんな感じ多分。あ L1、 うわーちゃんと作ってんね。あなんかあるよ、多分パイレーツ城でしょ多分。調べる、3人には狭すぎる。まあまあまあそうでしょう。てかここはあんまり当てにしてない、 どうせパイレーツ城だって多分。でもなんかどあれなんだよな、ここはボロボロだ。ああでもないん、 場所なんてなさそうだな。いやパイレーツ城があるよ多分、ワンチャン。なんか逆側見てないからな、逆側見ないといけないな。これじゃなかったっけ、あーこの先か。あーなんか入れんじゃんここ。中は安全そう。ああなんかショップみたいなとこか。あれ果てた店見つけた、あれ果てた店に入る。いやパイレーツ城があったんだってさっき。こっち側も見てないからな、見させていただくよこっち側も。ないか、今パイレーツ城あったんだよなすごい今俺パイレーツ城大好きな少年だから。あこっから入るのか、そこから。まずあいつらも入りたがってんじゃん、もう結構いけるんだよな。いやパイレーツ城あったんだって。もうどこまでいけるのこれ、あんま行き過ぎたら死ぬみたいなことない、大丈夫かな。あーもう入らないといけないんだ。え、パイレーツ城行こうぜ、パイレーツ城。はぁ、いや、解禁されてないじゃん、他のルート。行くか、じゃあ。あ、でも厳重に閉じられてるよ。壊してくれんの、じゃあ。行け、発生。俺お、びっくりした今、怖かった今、もうか俺の体ごと引っ張られるのかと思った。うわー力強い、これやっぱこういうアンドロイドいると強いよな、やっぱ。ありがとう、行こうか。じゃあ怖っ、よしいいぞ、ありがとうございます。やっぱ頼りになるわ、やっぱ男の人は頼りになるわ
ありがとうございます。うわ、びっくりした。あ、まだ店だよね。なんか食事取る系の。ここで出ましょう。火を起こすよ。読む。ああ、びっくりした。官邸アイオワが謎の失踪。おお、次は裏は？ん？ウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎる関係。アンドロイドバンドミュージック。アンドロイドバンドミュージックアワード受賞。ファンは大熱狂。アンドロイドが音楽もできるようになったのかよ。やばいな。人間の力が、人間の意味がなくなってくるな。アメリカの艦艇、北極圏から失踪。デストロイヤー、旧潜水艦のアメリカ海軍艦艇アイオワが極海海域で消息不明となった。現在調査が行われているが、ウォーレン大統領はロシア政府の関与が疑われていると公表し、ロシ、待って、もう、かぶせないで、かぶせないでくれ。ロシアの武力侵略は新たなレベルに達しました。今こそ行動を起こさねばと述べた。ロシア政府はこれを全面的に否定したが、それ以上の声明を発表していない。ロシア外交官のナボコフ氏は、そもそもアメリカの潜水艦は北極圏にいるべきではないと指摘している。安全保障専門家のベン・ウィリアム氏によると、事態はもはや戦争勃発寸前だ。大変だなぁ。ルーサーのカバンを調べる。カバン調べていいの？とりあえず、まあ人通り見てみようか。左回りから。あ、なんかまずこっち見る？とりあえず。あ、パイレーツだね。頑張ってんじゃん。でも俺らさ、パイレーツの知識ってもうパイレーツ・オブ・カリビアンしかないよな。あ、外見んの？怖いけどな。なんかいそうだけどな。怖え。別ゲーだもんだって。ここ最近のデトロイト別ゲーだもん。普通にホラーゲームだもん。何？何これ？何これ？あー、寝床かな？寝床の準備かな？とりあえずな、荷物持ってるから置こうか。あー、これ普通にクッションだったらまあ大丈夫か。アリス、あ、なんか興味あんの？ルーサーのカバンを調べる。 いっぱいあるな。いっぱいあるよ。アリス最後に行こうか。こっちは、あ、これルーサーのカバンじゃないの？あーああ間違えた。一周して帰ってただけだったわ。いっぱいあるな。これは、あ、これがカバンかな。カバン見ていいの？怖くない？なんか、なんか悪くなりたくないよ。あ、難しい。何？チラシか。はあ、家族で来ようみたいな感じかな。こっから来て、これ行き止まりか。で、こっちか。この奥か。あ、何？怖い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 。あ、だ、これで一応ルートが解禁されたのか。え、怖くない？なんか、え、あいつが銃持ってたってことか。え、怖い。やだ。怖いな。信用してるんだけどな、俺、ルーサー。何？なんか、怖くない？その絵。アリス？いつかこんな風になれる？ん？どんな風？まあまあ、楽観的に来や。今日を見れば、私たちもやり直せる。学校にも行けるし。行こうぜ学校。お、見つけよう見つけよう。いいじゃん。他の人と同じように。そっか、アンドロイド法がないからってことか。ちょっとアリスちゃん、もう家族って出てるし、もうアリス、アリス、もうやだ。
アリス、増えた。え、めっちゃ増えたやん。何ここまだ見れんじゃん。開ける。何クッキーをあげる。いや、開けていいの？え、開けていいの？ルーさんちゃん。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。食べたくないよね、こんなクッキーこんなクッキーって言ったらだけど食べたくないよな。じゃあアリス寝ようか。あ、違う、これ本だ。こっちか。大丈夫？ルースは怖いな。でもなんか大丈夫だよね。助けてくれたから信じていいよな。安心させよう。大丈夫、ルーサーと私がいるから。ほら、もう休まないと。怖いな。カーラ、お話聞かせてくれる？あ、いい、聞かせてやるよ。じゃあ私のメモリーには9000個も童話が言っちゃったな。好きなのがあるはず。うん、どうしよう、姫さん、エニコン王子様。でもね、こうアリスの家にいた時にお姫様チックだったから、あそこの。昔あるところにお姫様が住んでいました。いいね。え、何？そういうお話じゃなくて。ごめんって、アリス。作って。え、アリス。昔あるところに女の子がいました。ちょっと俺作んの？やばい、ちょっと絵本売れるかな。一人ぼっち。その子は一人で古い家に住んでいました。そうなんだよね。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。これカーラのあれもかかってくるのかな。みんなと違ったからなんだよ。みんなと違ったからなかなか仲間に入れなかった。変わっているせいで。そう、幸せじゃなかったからです。そう、ちょっとお金がなかったのよ。そう、その子はロボットと出会いました。ちょっとやめてよカーラー。いや、悲しそうな、悲しそうに行こう。悲しそうなロボットです。そこで二人は一緒に逃げることにしました。いや、幸せがなかったって言ったから幸せでしょ。より良い暮らしを得るために。旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でも力を合わせたんですよ。これが二人は手を取り合い、そう、すべての危険を乗り越えたんだよな。その途中で二人は、巨人守護者ロボット、守護者でしょ。ロボット言うんかい。ロボットって言うんかい。物語のおしまいは、旅の夢自分で決める。自分で決めるって新しい。結末は私たちが決めるのよ。あ、こういうんだったらちょっと違うな。あ、でもアリス上がった、よかった。明日は長い一日になる。でもいいじゃん、終わり方はみんな読んだ子が決めるっていいじゃん。親父のキスはしてくれないの？ルーさんに言うの？ルーさんにお休みのキス。もちろん。パパールーさん、ルーさんにお休みのキス要求すると思わなかったわ。アリス、どうしたの？ルーズ、ちょっと、おやすみアリス。家族じゃん。ぐっすり寝て。家族になろうよ。福山雅治流してくれよ。家族になろうぜ。もうちょっと俺はあんま歌うまくないからちょっと言わないけど不快だから、不快になると思うから言わないけど。なんかまだ光ってないあそこ。あー、ルーさん戻るの待てってことか。どうしようかな。でも時間がまあまあいっちゃうけど、これルーサーと話したら終わりそうだから、いや、話してみるか。ルーサー、安心しようぜ。かっこいいルーサーの座り方。鼻座悪いじゃん。鼻座だっけ。鼻座あれじゃん、鼻団の小栗旬君のキャラじゃん。窓際でこの、あ、開いてない。雪まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。フルーサー。目立たないように朝早く出発しよう。あ、まあそれ大事だな。計画。国境を越えた後はどうするつもり？まだ考えてない。自由なんて初めてだ。ちょっと深いって。
いルーサー。ルーサー、かわいいルーサー、ちょっと。それがどういうことだかわからない。まあそうだよな、銃知らないんだもんな。何？アリスは、特別な子だ。うん。わかってるだろ？え、どういうこと？え、ええー。ええ、もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど。何？あの子は特別だってわかる。怖い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 。ちょっと待って。はあ。めちゃ来てるアンドロイドが。やばいやばいやばい。バイオハザードじゃん。ちょっと。もう、幸せだったのに。何？何？水見えない。アリスを守る。銃を手にする。いや、とりあえずアリス守る、俺は。ってなるよね。ってなるよね。ってなるよね。オッケー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 。それでこそ仲間。問い詰める、問い詰めよう、一回。誰なの？何が望み？こっちに来ないで。怖がるな。何？傷つけやしない。仲間か、お前ら。俺たちは仲間だ。マジか？俺たちはジェリー。俺たちはジェリー。敗炎した時に置いてかれてね。俺たちがジェリーなのか。私みんな同じ顔だ。たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。うん。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。あ、そっか、そういうプログラムか。会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ。きっと気に入る。なあ、どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。あ、トラウマがあるもんね。やめておいた方がいいよ。何？行くしかなさそうだな。ちょっとパパ。パパ。パパ。あ、どうしよう。でもここら辺ちょっと一旦切るわ。ちょっとセーブしたし、ここら辺ちょっとじゃあ一旦切るわ。じゃあとりあえず、あざした。